ニコニコになって来てくれてありがとうございます。じゃん。ミンテン今日クレーンゲームに行って撮ってもらいました。お母さんにね600円ぐらいかけて撮ってもらいました。1回200円でね、めっちゃ頑張って撮ってくれました。可愛くない？めっちゃ可愛いんだけど本当に可愛い。こっちの方が好きなんだけど。いやダメだ、じゃあダメだよ。そんな目で、いや違います、こんな目じゃないです。ちょっと嫌ですねこの目。ちょっと待ってね、ちょっとサイドかかる。画面二重ですけど見えなくしてるこれでよいしょ。もう一匹いますすごい画面いっぱいに、画面いっぱいにおばんちさんがいますうん、画面ピンですね。これちゃんとね画面を塞ぐこともできますめっちゃ顔が可愛いんだけど。リュウの日は気温33度の予想、予報。最近は35度以下だと涼しく感じる。でも暑いんだよな。あ、そしてもうすぐ、そう、もうすぐで、そう、アイシングをしました。もうすぐで出来上がります。ちょっと昨日中には終わらせれなかったんですけど、まあ完成します、後でやります。かわいい、あれね僕が、じゃあ手打てないな。あ、やばい、消しちゃった。今日の配信はピンクでいっぱいですね。配信の場所がちょっとあれ、ここにちょっとだけ住んでました。可愛すぎる。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。っていう見に行くよ、楽しみです、ありがとうございます。かわいい、いつもニコニコになって来てくれてありがとうございます。埋まりますね、これすごくかわいい。
いいねしかさん、いいねしかさん、ありがとうございます。そう、あとね、リコさんがね、撮ってたでかいおパンチウサギ、そう、リコさんがね、でかいおパンチウサギの人形をね、もらっててね、ウィーちゃんも欲しくなりました。めっちゃでかかった。でもこれも十分でかいんだけどな、画面いっぱいなんだよね。顔かけくらい大きいんですよ。ね、あれなんかさ、ここさ押しつぶしてさ、目だけしか見えないからさ、これ何ってなるもん。それ洗濯するとやばいです。洗濯するとどうなるの。洗濯しない、洗濯したくない。サイコロの目、サイコロの目、ほんとだ、サイコロの目だった。あだ名、あだ名だね。もサイコロの目っていうあだ名。なんじゃ、雑巾、あ、雑巾絞りはしないです。もうこの子はリュックにつけないです。なので、安全ですよ。洗濯、そう、洗濯したくないです。それ洗濯は絶対にしないです。目がブラックホール。本当になんで、なんゆうちゃん押してるからさ、これしか見えないのよ、ね、これを見せたいのに。かわいい。汚れたら、いやもう洗わなくていいですよ。これ目立たないから。右と左違う違う、同じキャラですけど。全然違うね、こう見ると。多分これカラコン入れてるんですよ。多分カラコン入れてて、これでカラコン、カラコンで、すっぴんの、すっぴんのパンチです。これでしょ絶対。唇は変わんないんですよ。ほらだって眉毛もないよ。眉毛も自分で描いてるんですよ。すっぴんじゃんこっち。マジメイクされてるから。だってカラフル入れてるもんこっち。全然そうじゃん。だって絶対スピンだって。スピンやろこれ。スピン。眉毛も目もないもん。スピンでしょ。カラソ、カロコンはずっと詐欺されてましたよ。悲しい。めすっぴんこれだったのか。でもこれでも可愛いから OK です。これすっぴんだって明らかにおかしくない。この 目の差が、目の差がおかしい。ほらでかいのにちっちゃい。黒豆だもんこれ。実は俺らなんぞ騙されてましたよ。それオンドロックね、その顔。朝起きて
逆に怖いね。逆に。真夏に見苦しくないかい。暑くないですよ。結構ホラーだよね。生首だけにしよう。これをこうして生首だけ。バンチウサギはね、ただ男の子ですね。これバンチウサギは男の子です。男の友達しかいないので、男の子です。この子はウパチムもね、男の子です。そうなんです、男の子なんです。リボンあるから、いや男の子です。男の子のあれなんですよ。パンチ一応性別だけど、私は男の子だと信じます。女の子ではないです、絶対に。じゃあ、そう、男の子って言ったら男なんでしょ。ウポちゃんは絶対に男の子なんです。あの見た目は男。何歳くらいなんだろう。何歳わかんない。何歳なんだろう。昨日誕生日だったから、何歳だ。でもゆいちゃんは、この子が実際にいたら7歳です。絶対に7歳です。この子は1年生です。40とかだと嫌だ。40は嫌だ。なんでこんな可愛い見た目の子が40歳。昨日で40歳か。でも40歳でも可愛いから許せますけどね。でも想像と違うね、40歳だったら。成人、いや成人してない、成人してない。そうだよ。あれ40歳後半が丸々ですって言ってるんだよ。それ考えるとダメじゃん。それ考えちゃったらダメなんだよ。40歳超えてるやつが、超えてるやつが丸々で一番ダメだって。お店やってるから成人、いや成人してない。7歳です、この子は。絶対に7歳、この子は。成人男性が笑われてちゃう。ちょっと友達は、友達2人です。でもそのうちの1人はあれ、あのいじめっ子です。なるんぽちゃんはどんぐらいなんだろう。あ、15分ありがとうございます。お仕事、そうだよ、お仕事終わったでしょ。やばい、これが40代後半だよ。絶対考えられないよ。
かわいいめっちゃ。40代になるとズボン履いてくる。そう、本当にそうだ。本当だよ。40代になるとズボン履いてください、本当に。成人男性はちゃんとズボン履いてください、本当に。ダメです。本当に。ズボンちゃんと履いて、40代後半。いや、7歳ですって。この子は7歳。それ以外ありえないです。7歳以上はないです。捕まるんですよ。で、UFO キャッチャー、そう、UFO キャッチャーです。これも全部 UFO キャッチャー撮りました、全部。そう、撮ってくれました。可愛いんだよね。そう、あとねチアガールのねおパンチウサギもいたんですけど、あれは諦めました。ちっちゃいサイズの。あとこれもこれはあれ、これは赤あれ、これは違いますね。これは普通に買いました。みーちゃん UFO キャッチャー得意ですね。得意っちゃ得意。いくつ持ってるの？おばちゃまもパンチウサギに合わせたら13匹持ってます。2人とも合わせたら13匹も持ってます。でっかいのとちっちゃいの含めたら13匹です。今後もと増えます。単位はそう引きです。13引きいます。タグがピアスみたい。ピアス、このピアスじゃん、かっこいい。バンチューさんでも嫌だな。そうだ、バンチューさんがピアス、やっぱ40代後半なの。ピアスつけてるということは、あ、50分だ、やばい。それでは段締めをしたいと思います。13位スタージェット、32カゾウ、31ショウちゃん、10位スバルさん、9位リオダさん、8位ハルマキさん、7位ブキックさん、6位フィカルビーさん、5位ダラマインコさん、4位ヨイミーさん、ありがとうございます。そして第3位はぐる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 っとガンシャオタンさんです。ありがとうございます。イエイ。で第2位はぐる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 っとガンヤスさんです。ありがとうございます。イエイ。そして第1位はぐる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 っとガンおぽてっちゅうさんです。ありがとうございます。イエイ。ありがとうございます。特にマッハ、そうマッハなんて見せるお時間、あ、よかった、間に合った。それでは皆さんに来てくださってありがとうございました。カウントしておきたいと思います。1178人の方来てくださってありがとうございました。明日はね、あれ、明日は多分朝配信か夜配信だと思います。失礼するので遅くなると思いますが、ぜひ来てくださると嬉しいです。5、4、3、2、1、またね、バイバーイ。バイバイチャム、バイバイチャム。